駿河屋系列の格安福袋は本当にお得なのか？あんまん拗ねてる。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんが今ボイコット中です。遊んでくれないしって。カメラで撮るしって。やめてよって言ってる。すごい拗ねてる。どうしたの、あんまんちゃん。そんなに怒らなくてもいいじゃない。むっちゃ拗ねてる。かまってくれないから。もう寝るからやめてって言ってる。絶対寝る気ないんですよ。このモコモコの外にいるから。それでは、本編スタートです。どうも、プニでーす。お元気ですか、皆さん。元気してますか？今日はですね、駿河屋系列のお店で購入した、こちらの、ジャンクのね、PS2 ソフトの福袋。こちらをね、開けていきたいと思います。10本プラスアルファって書いてありますね。何本入ってんだろう。ちょっと待ってね。おそらく11本ですね。なので、開けていきたいと思います。1100円って書いてあるね。抱っこって言ってる子がいる。ちょっと待ってください。これね、値下げしてたんですよ。もともと1500円だったのかな。それがまあ、1000円に500円値引きということで、値引きしてたんですよね。あまちゃんも気になるみたい。普通のカッターどこ行ったかな。あ、じゃあ危ないよ。まだって感じ。ちょっとね、時間かかるよね。で、まあ、これね、なんて言うんですかね。前もね、一回開けたかな。そんなにね、値段の割に悪くないんですよね。このお店。状態もね、綺麗だったかな。前回はね。なので、まあ、今回ね、まあ、大体1500円相当ぐらいのソフトだと思うんですけど、それでは、見ていきましょう。さあ、スポーツ系だらけなのかどうか。一本白いのがありますね。透明なのが。ありましたっけ？ PS2 のソフトで。透明なの。ケース入れ替えてるだけかな。というわけで、アーマンちゃんは下にね、移動していただきました。それでは、まず1本目ですね。こっちから行く？血が抜けないな、こっちからだと。じゃあ、こっちから。行きます。まず1本目ですね。あ、ガンダムですね。あ、中もすげえ綺麗。これなんだよな。傷もないしさ、説明書も綺麗なのよ。この店。すごいっしょ。ただケースは、まああまりね、綺麗ではないので、自分で拭く必要があるんですけど、ちょっとね、なんて言うんだろうな。多分、ヤニっぽいっていう感じがする。まあ、拭けば綺麗になるんだけどね。まあ、というわけで、今日もアビリティクリーンで拭いていきます。それでは、2本目。こうやればいいか。2本目、あ、プロ野球2003ですね。秋のナイター祭りということで。これ持ってたかな？ネット相場ね、結構高かった。530円ぐらいしてた。これ確かにね、ジャンクボックスで見たことないんだよな。中も綺麗だしな。
傷もないんですよ。なのでね、この店はね、ほんとすごい。あ、一応これシール剥がしていくか。あとで一人でするのめんどくさいから。みんなが見てるところで、取ってきます。ジップオイルね、こうやって塗って乾かしてから、剥がしていきます。まあ、駿河屋系列のシールは剥がしやすいんですけど、たまに剥がしにくいのがあるので、古くなるとね。なので、ジップオイル塗っときます。3本目はね、戦国無双猛将伝ですね。まあ、こちらはね、あまり高くないソフトなんですけど、状態がいいかな。箱の。なので、よいしょ。傷もないしね。いや、ほんと、いいよね、ここ。ちょっと、剥がしていくか。乾いてきたんで。よいしょ。あー、これね、やっぱりね、ジップオイル塗ってないと剥がしにくいわ。このシールで。このシールはね、特にそうなんじゃないかな。あ、こっちの方が剥がしやすいかな。まあ、でも比較的剥がしやすいですよね。いやー、どうかな、今のところ。まあ、1000円って考えたら、もう1000円ぐらいいけるけどね。まあ、ね、遊べるゲームばっかりでいいと思うんですよね。この無双系もさ、歴史上の人物が出てくるから結構面白そうだし。じゃあ次ですね。次はですね、ワンダーゾーンっていう、こういうグループがいたの。ちょっとわかんないですよね、私。ネット相場がね、398円ぐらいだったかな。これは持ってたかな。どうだったかな。あ、これは汚い。ほら、これはもう完璧にヤニですね。あ、でも中は綺麗だな。まあこういうのってさ、まあ1回2回見て終わっちゃったりするんだよね。なんかファンの方もさ、1回2回見て、あとは大事にね、保管しといたりするから。まあそんなに、ね、ゲームのように、再生するものではないので、すごく綺麗です。じゃあ次ですね。次はこちら。ワールドファンタジスタ。もう、これか。ついに、来ましたね。サッカーゲーム。でもこれは、あれで見たことないな。ジャンクボックスで見たことない。うちの地域だと。まあ、皆様の地域だとあんのかもしれないけど。うちの地域だと見たことないな。ハードオフのジャンクボックスにも、これは入ってないな。よいしょ。でもまあ値段的には、ジャンクボックスにあってもおかしくないかなという。ね、そんな値段ですけど。いや、これはこれで。あ、中も綺麗だし。傷もないし。いや、いいんじゃないですか。こういうサッカーゲームよくできてるからね。なので、5本目にして、ついにサッカーが来ました。さあ、次ですね。次は、どうかな。お、これは、マキシモ、だっけ。
ですね。ネット相場420円ぐらい。これね、もうちょっと高かったイメージがあったんだけどな。ま、もうちょっとって言っても600円とか。他のショップで見てるときは、店舗でね、だいたい600円ぐらいじゃないかなっていう気がするんだけど、どうですか、皆様の地域だと。中の状態もいいですし、すごく傷もないで、ないでって言っちゃった。ないので。あ、これってアクションロールプレイングなんだ。あ、面白そうだね。アクション RPG っていうことで合ってるよね。ちょっとここもね、綺麗に剥がしていきたいんですけど、これがね、なかなか剥がれなくて。よし。これで、少し白いところが残ったら、ジップオイルと、キムワイプで、今日はね、いきます。ジップオイル、軽く塗って、キムワイプで拭けば、もう、つるんと、取れますんで。いや、このゲームやったことないんだよな。やったことある人いますか？これでもグラフィックとか、なんか絵とかすごくいいよね。今度やってみようかな。ひょっとしたら持ってないかな。ね、持ってなかったかもしれない。これ。まあ、もう一回説明書見てるけど、気になって。まあ、いいですよね、なんか。いろんなキャラクターいるし、二段切りとかもね、あるみたいですし。まあ、というわけで、こちら、マキシモでございました。じゃあ次ですね。次はこちら。戦国バサラですね。これはもう、ジャンクボックスに入っている定番のソフトですね。ネット相場も250円くらいですね。まあ、これはもう、ちょっとシールが新しそうだったんで、すぐ剥がせました。まあ、これは、なんて言うんだろう、ちょっと背が焼けてるかな。中は綺麗だけどね。すごくいいな。説明書も読んだ形跡なしっていうぐらいです。なるほどね。いいじゃないですか。戦国バサラ2。これ抜くか。シールかな。あ、シールじゃないや。よいしょ。あ、でも焼けてないか。後ろ。なんか、焼けてるかなと思ったんですけど、あの紙が、ちょっと焼け焼けだったんで。でも、取っても色が変わってないので、焼けてなさそうです。じゃあ次です。次がですね、ギルティギアですね。このシールが。ちょっとあれですけど、セガ、これは焼けてるよね。ネット相場430円ぐらいのゲームなんですけど、これはセガ焼けてるから、でも中は綺麗なんだよな。すごいな。あ、格ゲーなんだね。あまりギルティギアやったことない気がすんだよな。まあ、クジカラ動画で、出たかもしんないけど、これなんか粉吹いてんな。あ、これ全部研磨してんのかな。ここ気づかないもんな。これあれだよな、研磨剤の
なんて吹き残しっていうか、まあ拭いたら綺麗になりました。すごいな、やっぱりこの店。たまに行くんですけど、あ、これはすごい焼けてる。安定のツートンですね。ツートンギルティです。戦いの美学とか書いてあったね。カレーこそが。じゃあ次、行ってみましょう。次がですね、メルティブラッド、アクトカデンサっていうゲームなんですけど、これ知らないかも。ネット相場450円ぐらいですね。巨幻と悪夢って書いてある。まあ、なんか、好きそうなジャンルではあるんだよな。何系のゲームなんだろう。傷が本当にないな。これ一枚一枚買い取ったとき、傷取ってんのかな？すごい手間かけてるよな、この店。あ、これキャラクターボイスが、こう、ちゃんと有名な方が当たってるんだ。すご。あ、セーラームーンもいますよ。のび太のママいますよ、のび太のママ。説明書むっちゃ綺麗だな。これ格ゲーなのか。ちょっとやってみようかな、今度。これまだ9時から動画で撮影してなかったと思うんだよな。ちょっとピンボケになっちゃったね。よいしょ。ちょっとこのシールもね、剥がしておきましょう。まあ、というわけで、これで9本目か。次10本目ですね。あ、透明のカセットは、スターオーシャンでした。これは多分ケース入れ替えてるよね。ネット相場250円ぐらいの、まあ、ジャンクボックスによく入ってるよね。スターオーシャン。ただ透明だったかどうか覚えてないんだよな。いつも背表紙を見ちゃうから、あまりケースに注意がいってないんだよな。説明書も、まあしっかりしてるし、ちょっとなんかよれてるっていうか、ふにゃっとしてるけど、波打ってるっていうかね。でも、なんか綺麗な感じの波です。綺麗な波って何？綺麗な波なんですよ。その水に濡れたとかそういう感じじゃなくて。じゃあ、最後の一本、11本目。これむちゃくちゃなんか綺麗だぞ。触り心地が全然違う。アンリミテッドサガ。むちゃくちゃ綺麗なんだけど。これね、塗装は400円ぐらい。これやばい。触り心地が全然違う。新品だったのかな？っていうぐらい。うわ、やば。まあ、シュリンク剥がれてるから、新品ではないんだけど。むっちゃ綺麗。アンリミテッドサガか。あ、これはいいですぞ。やってみたいよな、サガもな。サガもね、ほとんどやってないんですよね。そんなにさ、当時ゲームが買えるわけじゃないから、まあ、基本的にはドラクエ。で、その他、まあ、年に、1本、2本買うかぐらいだったからさ。まあ、これは、もうすごい備品。
というわけでね、この11本でございました。まあ価格的には1100円っていうことを考えると、まあ全然いいかなとは思うんですよね。で、値引き前の値段1500円の福袋だとしても結構いいと思う。説明書もねしっかりついてるし、状態もいいし、いや、いいですね。これはまた買ってこようかな。ただ PS2 のソフトってね、こう置き場に困るっていうのがあるっちゃあるんですけどね。でも、まあバランスがいいよね。サッカーばっかり、野球ばっかりっていうわけでもなく、格闘ゲームもあるし、まあこのツートンカラーね、ツートンギルティが、まあちょっと残念でしたけど、それでは、またね。あ、これはまあ、いいでしょう、当たりで。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、いいんじゃないですか、当たりと呼んで。まあ、というわけでね、駿河屋系列の福袋でございました。